イポ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 ピー。今夜は AV の撮影で有名な例のプールでコンドーム水風船砲丸投げ大会。最もパンパンのコンドームをうまく使い遠くに投げることができるのは一体誰？コンドーム水風船砲丸投げ大会。はい、こちらの競技はですね、アヤマンジャパン2020年のオリンピック正式種目を目指しております。いや絶対なるでしょなめたて副選手権に続く。なる？なりますね。そうか、じゃあすごいね。いや、アイマンジャパンの競技だらけになる。いや、ほんとですよ。ルールは、コンドームで作った水風船を、例のプールの端から、砲丸投げる。あー、なるほどね。今回は、このコンドーム水風船を公式球として、できるだけ遠くまで投げてもらいます。はい、こちらがですね、大会で使う正式、コンドーム水風船となっております。こんなに膨らむの？すごいの、ちょっと持ってみて。ドキンタマみたい。優しくしてよ。いや違うの、これね、本体みたいなんですよ。ほら見て、ここ。それでは第1回コンドーム水風船砲丸投げ大会を行います。自己紹介。奪った童貞の数は無量大数絶対ヒロインアキナです。絶対ヒロインアキナはですね、アヤマンジャパンユース最年少の20歳となっております。それでは絶対ヒロインアキナの挑戦です。スタート。ブティックチャイです。よろしくお願いします。まあ長い付き合いなので多分この中で一番長い付き合い。おー、でも扱いは慣れていると思います。多分このレベルになってみると口でつけられるんだけど。あ、足でつけられる。それではブティックチャイの挑戦です。はい。いつも締め切り間違いに頼むんじゃねえよ。担当ソーマセルプレザー類今年44歳です。4歳です。どうですか、コンドームは？あまり見たことないです。もうやるときはもう作るときって決めてるんです。それではソーマセルプレザー類の挑戦です。あったんですけど、穴が開いてるのがあって、こういったばっかりでも穴が開いてる可能性があるので、皆様気をつけましょう。それではスーパーアウトの挑戦です。はい、カメハメ。はぁー、3人のジャスト。それでは続いての選手どうぞ。おはこんばんち、アヤマジャパンのおっぱい担当さん。優勝候補3人が登場。フィジカル担当キャサリン先生、なめたて伏せ選手権2018チャンピオンアナコンダ大海、身長171センチの大巨人カデナパコリゲス。
れてありがとうまぴー。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いし、